いけないんだろうな、これ。あ、チャイム鳴った、ちゃんと。あ、今日は朝だけ、朝が通常、いや、懐かしいな、学生時代思い出すわ。2年生になったんだから、ちゃんと意識のために行動すること。分かってるな、辰巳雄也くん。辰巳雄也くん。はぁ、あ。何かね、君こっちん。何このままじゃあるでしょ。ああいうことは全校集会で発言するのやめてちょうだい。ああ、神隠しの話したもんね。宇佐美先生、ネチネチ言われて面倒なするの私なんだから。はいはい。はいは一回ですよ、ゆうやくん。殴られたいんですか。この凛とした少女怖えよ。怖えぞ、はるか。七代さん、真鍋会計のこと言わないの。え、どっちが名前だったんだ、七代さんかはるかなんか。いちいち一言よけるんだ、みきみこちゃん。えみこちゃんだった。お前もそうだろ。そうだな。そうかな。二つになった。そうかな。おいよいしょ。記憶をなくしてわかんねえやつだったのかな。ギャルっぽちょ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 。どういうこと言う、もうくっつこまないぞ。記憶をなくしたって。神将、記憶喪失なの。かぶったのにダンスと。内田京子殿、本気で言ってんのですかな。最近はずっとその話で下地獄に行っておりましたのに。バロケンのくせにムカつく。向こうでバイトが忙しかったの。拙者はババケンでなくババケンとババケンだよ。ちょ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 。いっぱいできた、なんかもうちょっと待って待って、いっぱいできたから情報が整理できないから。仕方がない、いいだろう、俺が説明したの。何のキャラだよおめえは。お疲れ様、しもしですな、阿部竹雄殿は。阿部竹雄ってすごい名前だ。阿部竹雄、阿部さん、あるかの今日から安倍さんって呼びます、よろしくお願いします。あんまふざけない方がいいと。師匠が行方不明騒ぎになったのは今から半月ほど前だな。ね、半月前、3日間探しまったな、必死にな。よく3日間で見つかったね。それで3日目の夜、道端で通る神野の少女の、確か風間ちゃん遥殿が最初に見つけたんでしたかな。え、違うんじゃない、すみえちゃんだよ。え、あれもう一人は、あのメガネの人は。一体何があったの、神将、私も笑う。やめてあげてください、ゆすってあげっこが分かりやすかったわ、ゆすってんのが。ガンガンガンやってたもんね。完璧超人の神将、めっちゃ慕われてるってことか。完璧超人慕われてんね、これ主人公。ちょなんかもうどんどん出てきた、もう名前覚えられなくなっちゃうよ俺。そう、完璧神有くんすごいんだよ。勉強、スポーツ、料理、裁縫、何やらせても神って感じ。何でもできちゃう系主人公だ。誰にも優しくて、お手伝いたもんでも嫌な顔しなくて、そんな神有くんとこみんな尊敬してたんだよ。やっぱそういう感じなんだね。はっはっは、例の目がゲスいてんな。得意技の後方宙返りでしたら記憶持ってこないかな、ボーって。おお、それは名案だな。名案だなじゃないですよ。ちょっともうやめてくれ。あ、先の指さしとった人、待って、指さしとる人出てきた。闇上がり何させる気よ、大会これだから。全く、あれこれだよね、影薄め男性、さっき出てきたね、プロローグに。影薄めの男性と、お前、影濃かったぞ、むしろ。試しにやってみようか。なんで試しにやろうとするんだ。つーがよー、ずっと病院の飯やったんだろ、久々に尻飯ラーメンいいね。俺カップラーメン大好き。イボヤですか、やめましょうよ。イボヤっていう名前なのかな。いくら何でも重たすぎるかと。そうか、今日はまっすぐ帰ろう。小帰り道大丈夫、まだ自信はないよね、そりゃ。んじゃあよ、俺たち送ってやろうぜ。いいね。まあそうだね、安全だしね。いいな、なんでこんなにみんなで帰れんの。俺さ、小中、一人だったよ。あ、でもね、専門学校の時にね、一緒に帰ってたかな。放課後。ああ、いいね。まあ、みんなで帰ってる以上何かある。ここまでがお前家の道だ。不安ならもう一度往復してみるか。過保護すぎませんか。そうか、記憶をそのままに問題はないと。まあなんか、例えば日常的な動作ができるってことだよね。なんか、例えば、ね、シャープペンシル出すとか、鉛筆出すなんだ。シャープペンシルとかボールペンを出すとか、そういう系は大丈夫なんだろうな。お前さ、困ったらすぐ相談しろよ。いつも他人優勢って感じだからよ。自分のことすら放ってな。はぁ、あ。その優しさを他の人や私に対しても見せてくれるといいんですけどね。七代ははるかって名前なんか。生姜か？何言ってんだお前。あなたに言ってんです。そりゃそうだろうな。すげえ突っ込み合いしてんじゃねえかよ。はるかちゃんどうしたんです？さっきからずっと黙ってますけど。
本物なのかな今のショーって。あーまあ今までと違うから、今までと違う。ざけんな、もうごめん、言っていいことと悪いことの区別がつかんかったてめえ。落ち着いてください、はるかちゃん疲れてるんですよ。あー疲れてんじゃない、言ってもいいのかよ。そういうわけではありませんか、ごめんなさい。まあそう思っちゃうよな普通。先に帰るね。まあ自分の思い描いてた人、なんか記憶の中のこの人とさ今のこの人が違ったらそう思うよね。どうしまったんだあいつ、はるかちゃん。あこれ追いかけますかい、追いかけるんですかい。焦りすぎなんだよなあいつ。今日なくしたぐらいだな、師匠は師匠のままつったのに。くらいでっていうのはちょっと。え実はな、こいつも小さい頃の記憶なくしてんだよ。おう、頭打ってな。ほら、ここら辺見てみ。えその時の実はハギみたいになっててよ。まあ、わざわざ髪をかき上げる見せてないでください。なんか、伏線になるのかな。まあ、何が言いたいっつって、かつっとだ。その記憶を今までに持ってきてるらしいが、特にパッと見問題なそうなんだろ。時間が経てば馴染んでいくってわけさ。お前もせたりすんなよ。ま、見てる限りだと、そういう心配もやぼっぽいけどな。励ましてくれてありがとう。いいってことよ。ハゲだけに言ってな。うるさい。母さん、すっか。そうですね。神谷くんは明日また学校で。他の人たちは、影薄い人たちはいなかったわ。急に置いてかれたんだろうな。さあ、自宅に入るわけですね。夜。ほう。おー、まだなー、また、めっちゃ間じゃねえかよ、家。おばあちゃんちみたいな、あ、誰だっけ、誰だっけはひどいな。誰だっけ誰とはご挨拶だな。世界一の美女を相手にしてよ、神谷すみれ。すみれ様だ、すみれ様。二度と忘れてんじゃねえぞ、バカにぎ。やんちゃそうな確か少女ってなってたもんね。おじさんは伊勢屋に行ったよ。あ、伊勢屋か、さっきラーメンの話してたからね。新しくできた友達として、大丈夫か？その新しい友達は大丈夫か？適当にレトルトでもしようかな。レトさんはどこ？レトさんどこっすか？しょうがないね。教えてやるのはすみれ様に感謝するがいい。まあ、僕も一人暮らしだからレトルトにね。あ、服着たんだ。うん、ごちそうさま。どうだ、兄貴。前の記憶戻ってきそうか？全然。さっぱりしてんなー。もしかしてあんまり気にしてない感じ？それならそれでいいんだけどな。忘れても兄貴には借りないしな。まあでも自室は確かそんなになんかわざわざ感じなかったよね。家の部屋の風格的にこういうね、和室あってもおかしくないですからね。一軒家には必ず和室があるとか言いますからね。よーし、すみれ様に任せるがよい。必要なら昔の話をしてやろう。長くなるかい？ああ、え、なにこれ。自由行動を行います。シナリオ自由行動、シナリオ繰り返し、心にの基本形です。すげえアドベンチャーじゃん、やっぱアドベンチャー RPG だからね。へえ、すごい。セーブします。あ、一部行動開始にオートセーブデータが上書きされています。ほう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 。フラグを立てないと絶対いけないことあんのかな、わかんないけど。さすがにフリーゲームであんまないか。ね、フラグ立てないとさ、いけなかったってことも結構ね、今週までありますからね。どうなんでしょうかね。ということで、これ自由行動って感じかな。雑談会は。まあ今はそれだけって感じで、時間を進め、会話もせずに時間を進めることできるのかよ。昔のことを聞こう。じゃあ昔のことを聞こう。お、早速来たな、兄貴。どんな話をしてやろう。さて何が聞きたい？どんな話と言っても、やはり自分の過去のこと、まあ自分がどんな人物だったかって知るのは大事ですからね。そうだね。記憶を失いどうだったか。気になるといえば気になるね。うわ、いっぱいある！元々の人物について。三つあるのか。まあ、ここはちょっと端折りながら行きましょう。全部見せてると、あれなんで、ちょっと端折りながら行ってみましょう。霞むぐらい完璧だったんだぜ。初めてやるスポーツだったとしても、熟練者になる。いやー、いる、これ天才タイプかよ。この主人公、天才タイプだったか。あ、触ったことないけど、10分間違う。嘘でしょ。そんなんありえないじゃん。ありえないじゃん。俺さ、キーボード、ピアノのやつさ、小さいやつ。キーボードさ、一ヶ月ぐらいやっててもまともに弾けねえぜ。したってことなんだね。しかし性格も良くない。前のように運動部の助っ人に行ってたし、文化部の指導なんかもしてたっけな。あー、なるほど。
望めばどんな職業のようどんな夢の叶えられる。やばいでしょ、そっちょ。ちょっとそれはもうやばい。え、なんかその手の話しか来ないのか、もしかして。そうだよね。まとめると記憶なくないけど、すごい。だからその手の話ばっかりなんですよ。多分、ちょこちょこ、まあカットしてるとは思うんですけど、とにかくね、褒められてる。大体どの話聞いても、褒められてるわ。抜けてるか。まあある意味その完璧すぎて抜けてる感じはあると思うけどね。私そろそろ寝るわ。まあそうだね。じゃあ寝て時間を進めるって感じだね。まあ別に見なくてもよかったんかもしれないけど、これは、まあ一応ね、見れるとこは見ていきましょう。記して次の日へ。はい？何これ？はてなはてなはてな。何？ああ、ああ。はじめのとこだね。夢か。この、怯えることなかれ。ここは現実の虚構と花様に存在するもの。時の流れより隔離されち、安寧の地。貴殿は運命によりここにいる。椅子出てきた。ほら、ほら、椅子や。椅子が本体。あ、おっぱいもついでに来た。おっぱいもついでに来た。不気味な風貌の何がし。なんか、そんな言い方する？何がしって言い方する？我が輩はゆる、あ、何がしお前か。何がしお前か。不気味な風貌の何がし。で、ゆるぎす、あ、そうや、ゆるぎす様って言ったの。エカテリーナ。ゆるぎ様の師匠でございます。いろんなこと言ってんのかな。親愛なる客人、神有翔よ。貴殿内包を歓迎する。変な夢だ。あ、覚えてないのか。ベロハオリは心が反映される。情報はすべて素抜けというわけだ。それにしても実に、あまりにも空虚というべきか。音が反響するも何もないホール。このようなものが現れるとは。ギルギス様。おっと失礼。端的に使いよう。あ、世界の終わりが近づいている。どこまでも変な夢だ。真に受けないの？あまねく野望の阻止のため、貴殿はこれより演者となる。滅びの結末を変えるべく、悲劇のステージへと降り立つのである。夢と思うのも今のうち、じきにこれがリアルだと理解するだろう。ここで出てくるかリアルとか言い始めたよ。時間でございます。そうか。では最後に。我々は善意の協力者だ。貴殿を支援するため、ここにある。大丈夫か？裏ボスになってくるとかやめようよ。大丈夫か？お前、さ、その闇を振り払うために他の闇がさ、やるやだよ。なんか、ドラゴンクエストイレブンみたいなさ、ニーズゼルファー的なさ、そういうのやめろよ。また近いうちに会おう。貴殿の行く道に幸あらんことを。ドーン。え、ちょ、待って。時系列があるよと。なんだったんだ、昨日の夢は。あ、朝になったよね、ちゃんと。おはよう、ショー。あ、この、起こしてきた人だ。メガネをかけた男性、どっちだ？これは、これが父だったら若すぎるよね。今日から授業だ。体の調子はどうだ？誰だ？メイヤ椿だ。まあ、無理もない。見舞いに来てないからな。いきなりバッて、見つけた時に励ましてくれた人でしょ？本当に大丈夫か？しばらく休んでた方がいいかもしれんぞ。過保護だな、おじさんは。どう見てもピンピンしてるかどうか。こうして見ると、背の違いがわかるな。何遍言えばわかる。どっちこそ何度も言ってやろうか。母さんの弟なんだからおじさんでも口がないだろうか。まだ26だ、おじさんでもありやん。大丈夫、俺おじさんだから。大丈夫だよ、椿くん。俺おじさんだから。お理不尽。意味のない、国語の先生なんだ。へぇ。国語の先生のくせに正しい表現をしておこうと理不尽だぞ。うるさい、黙れ。正しければ何でも許されると思うな。あ、これ待って。俺 R ボタン押しちゃった。おじさん一人楽しいよな。慣れたら兄貴も一緒にやろうぜ。これ。あ、俺 R で早送りになるんだ。今ちょっとゲームコントローラーの方になりましたね。今。ああ、制服着て。おはようございます、神谷くん。すみえちゃんも。おはよう、七代先輩。って、あれ？辰巳先輩一緒じゃないの？寝坊です。昨日ずっと素振りをしていて。まあ、なんか寝坊してそうな印象って言っちゃ失礼やけど、そんな感じだもんね。なぜ模造刀？模造刀なのあれ。
模造刀なのあれは。あ、模造刀に見えるか普通。しかし本当大事ないな、辰巳先輩。釣りをするのはするで時間配分を考えてほしいよね。まったくです。いいじゃん、そういうクラスメートいる。ははは。ギリギリセーフ。どこがですか、アウトですよ。朝のホームルーム終わってますし。お前のせいだぞ、なんで起こしてくれなかったんだよ。起こしましたよ。起きなかったのはそちらの責任です。ん?こういう時、風町も一緒になって、あ!そうか、昨日の。連絡が取れないそうですよ。遅刻ですね、おそらくは。だらしねえな、寝坊したじゃねえぞ。いや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 。寝坊した本人が言わないでいただきたいよ。風町さん。昨日のことでしょ、どう見ても。放課後。ああ、さすがに段階飛んだね。よーし、みんな、都合に行くよ、都合に。まあ、さっきの、あの子だよね。神章、昼休みぼーっとして聞いてなかったでしょ。やれやれ、もう一度説明してあげよう。その表情を見たかったの。初めのお前の表情。これこれ。そのためにね。そのための表情でしょ。神社に、都合森銀狐がいるっていう目次法を入手してね。そう、僕は、情報屋の僕は、都合森銀狐がいるって情報で。落ち着くんですぞ。江川夏美殿、こんだったら受け止められませんからな。ふぅ、興奮してしまない。とても希少価値の高い狐さ。見たら願いが叶うとまで言われている。情報を出せ。うわぁ、情報を出せ。見ておかないわけにはいかない。お前さ、影の薄いダンスセットって言われてたよね。全然影濃いぞ、お前。そうか。まあまあ、つうことでね、クラスみんな見に行こうって話になったわけよ。雷くんも行く?強制だよ強制、誰にも拒否なし。俺着てるとかどうでもいいんだけど。いいじゃないですか、行きましょうよ、きっと可愛いですよ。大丈夫か。そろそろダンジョンでもおかしくねえぞ。あ、これ初めに来たとこだよね。初めの神社だよね。緊張する。どんな子なんだろう、きつねちゃん。最終決戦に向かうヒロインのような顔をしておりますな、深見レイラ殿。そうか。そう?探すのに夢中になって、うっかり本殿近づいたらダメですからな。分かってるよ。というか言われなくても近づかないし。島の掟。島の掟なんだ。なぜそれが主人公はそのとこにいたかみたいな感じになるのかな。つもりどこだー。大声出さないで、京香ちゃん。おびけに逃げちゃうかもしれないよ。ここは。そうだね。大丈夫かしょう。ああって、あの気色悪い神社のキットが強い影響ここも来てんじゃねえだろうな。ほら、そこの飯に腰掛けな。フラフラしてるのもおかしまいぞ。さっきまで調子良かったのに。神社の木、まあ、近づいちゃいけないってことだからね。悪い木が出てるってことなんだよね。え、見つけちゃったの。そんなすぐ見つけれんの。めっちゃ可愛いじゃん。思いのほか可愛いのできたわ。ダメダメ、都合森銀狐は感覚で抜かないんだ。うるさい、人の世界に口を挟まないで。怖っ。あれ、安倍さん、しっかし、言葉知らせは相当受け始まるのだな。せめて写真撮って見せてあげよっか。ほら、ユージ、首下げてるやつ火災じゃないわよね。バカじゃねえ、ほしいな、すでに撮影するさ。しかし、やっぱりもっと別の嘘なんてダメだな、逃げるな。おう、大丈夫なの?ちょっと待って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 。ポートレート撮る男性か、おめえは。走っていっちゃった。ちょっと、ちのくん、フラッシュ続いてたんじゃねえの?どうせそうすぎ逃げてったもん。あ、けど、結局強いはずだもん。ガキか。まあまあ、見られてよかったですよ、私。癒された。ただね、性坊主の何がいいかわかんねえな。あなたはもっと感受性というものを培った方がいいんじゃないですか?まあ、特に何事もなく、普通に過ぎたな。警戒しすぎた。ああ、私服だ。おじさん。遅かったじゃないか。友達と遊んでいて、夜遊びになっちゃったじゃん。あ、門限について言ってなかったな。21時までに帰ってこい。今日30分超えたの多めに見よう。21時半に帰ってきたの?俺0時まで遊ぶぞ、結構。0時まで遊ぶ。0時まで、俺結構普通に遊んじゃうタイプだな。まあね。でも門限とか関係ない気がするけどな。
安心しろ、この模擬は一時的なものだ。あ、そう、特に別に元からあった門限ってわけじゃないのか。今のうちはって感じなんだね。まあどうせ夜遊びなんかしないし別にいいけどさ。まあ夜遊び俺の年だと結構するけどね。